はい、どうも TJ です。今日はね、このマビックミニ、これの、アプリの解説をしたいと思います。これまで、DJI のマビック関連っていうのは、DJI Go 4っていうね、あのアプリでコントロールしてました。で、例えばマビックプロ、マビック2プロ、スパーク、マビックエアといったようなね、そういったドローンをコントロールするのは、DJI Go 4というアプリ、一つのアプリで複数のドローンを管理、コントロール、それから操縦することができたんですけども、今回このマビックミニについては新しいアプリ、 DJI Fly っていうアプリが出ました。これはね、当然このマビックミニが初心者向けっていうこともあるんだと思うんですけども、できるだけアプリをシンプルにして、どうしても複数のドローンをコントロールできるっていうのは、それだけアプリが複雑化しやすいですよね。そういったこともあるんだと思うんですけども、これは、このアプリ一つでこのマビックミニしか、コントロールできないと。そういうことで、これまで DJI Go 4を使って慣れ親しんだ人もちょっと戸惑う部分もあるかと思いますし、それからマビックミニが自分の初めてのドローンだという人も、アプリがなかなかどこにも解説がないので、ちょっと戸惑うこともあるかと思いますので、今日はこのアプリを解説していきたいと思います。じゃあまず起動しますね。まず今こいつが通信をして接続を確立しようとしてますよね。このフラッシュが点滅が止まると、これで点滅が止まって、この2つの送信機側とそれからマビックミニとが通信を確立しました。ということでね、ちょっと解説していきたいと思います。この左の上、ここからずっと時計回りに解説していきたいと思います。まずここですね、P モード、ここにある、これは、このタップするとね、スポーツモード、シネスムーズモード、ポジションモードと、こういうふうに3つのモードが用意されてて、タップするごとに、それが切り替わっていくということですね。これ S モード、スポーツモードにすると、読んで字のごとくこのドローンは非常に機敏に動くと。でそれに対して、例えばこのシネスムーズモードっていうのは非常にゆっくりと、シネマティックな撮影の時に使うモードということになりますね。でポジションモードっていうのは、しっかりと位置決めをしてっていう、今までこのスポーツモードと P モードはあったんですけれども、シネ、スムーズモードっていうのはなかったので、このマビックミニから初めて採用された、モードだと思いますけども、私は、普通今撮影時にはシネスムーズモードを使っています。でじゃあそれにしとけばいいかっていうとね、ちょっとそれでは困る部分もあって、それは例えば、撮影が終わって戻ってくるというような場合には、一目散に帰ってきてほしいわけですね。それがシネスムーズモードで戻そうとすると、非常にゆっくりとしたあの戻りになってしまうということもあるので、そういう時はスポーツモードに切り替えて早く戻すとかね、そういった使い分け、あの飛ばしてる時にこれ切り替えられますので、そういう使い分けをすればいいのかなと思いますね。そういうこともあって、この非常にタップしやすい位置にこのメニューがあるんじゃないかなと思います。次に、ここに慎重に離陸してくださいというふうに書いてますけども、これは今、マビックミニ本体が、発している、ワーニングとかステータスがここに表示されます。今であれば慎重に離陸してくださいというのは、これ、GPS 信号がないですよと、だからホバリングするのは危険ですよと、ただ、GPS 信号なしで飛ばすことはできるけども気をつけてくださいよというようなことが書いてあるわけですね。この他の説明というのは、別のところで出てくるので今ちょっと割愛しますね。でそれ以外にも、例えば、運んでいった最初に飛ばそうとした時に、コンパスエラーが出たりっていうような、ここは常にね、注意して見るようにしてください。でその次ですね、ここがちょっと見にくいかな、こうすると見えるかな、こんな感じですね、これが、
衛星のマークが出てますけども、その上に0とありますよね。でその横にあのスマートフォンの、電波強度みたいなのが出てますけども、これは、今この、システムが、まあ、Mavic Mini が一体いくつの、衛星を掴んでいるかということを表示しています。外で飛ばすとここが数字がどん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 増えていくと思います。私は一般的にここが10以上になった時に飛ばすことにしています。で、10以上になった時に、ホームポイントをそこで設定されるので、それで、飛ばせば、万が一の時にリターントゥホームっていうのを押せばそこに自動的に戻ってくると、まあ、そういったことが可能になることもあるので、必ずここは注意して、まあ初心者の方は特にですね、10以上になるようなこと、10以上になったことを確認してから飛ばすようにしてください。それから次にこれ、この、Wi-Fi みたいなのがありますよね。これは、この送信機と、まあ、ビッグミニ本体との、Wi-Fi の通信の状態、まあこれフルになってますから今非常に近距離ですので当然なんですが、通信状態を表しています。で次、ここ、これはバッテリーですね。バッテリーマークがありますが、このバッテリーをタップすると今、電池が 3.85V、ですよと、電圧がですね。で今34度ぐらいのバッテリーの温度ですと。で飛行時間は何分っていうふうに書いてますけども、実際に飛ばし出すとここは変わってきます。それからその横、今何も書いてないですけども、ここには、残りフライト可能時間が、飛ばすと表示されるようになってきます。まあ、後でね、そのそういうのが表示された画面をここに、入れたいと思います。それからその次、ここ点が3つありますね。ここはちょっと長くなるので一旦これ、パスして後で解説します。でその次、ここの3つですね、この部分は、FHD、 それから赤い丸ボタン、その後、再生ボタンとありますけども、ここは、カメラ関係ですね。でこれタップします。ですね、この、Mavic Mini は、写真撮影モードと、それから動画撮影モード、それから、まあ、クイックショット、このクイックショット、残念ながらそのドローンが飛んでいないとクイックショットが、のモードに入れないので、今回はちょっと写真と動画だけになります。クイックショットに関してはまた追ってね、別動画を作りたいと思いますので、少々お待ちください。でまず写真を解説しますと、シングルっていう、まあこれシャッターボタンを、この白い丸を押すとシャッターが1回切れるというモード、それからタイマー撮影、これは、2秒からずっとあって60秒までありますが、これは60秒後に写真を撮るとか2秒後に写真を撮るという意味ではなくて、2秒間隔、10秒間隔、15秒間隔といったように、どういうインターバルで写真撮影をするかという、そういう設定なんですね。ということで、例えば Mavic Mini にはあのタイムラプスやハイパーラプスというのはないんですけども、これを2秒にしてあのスムーズに飛ばすことで、後でそれをつなげれば、まあ、ハイパーラプス的な写真撮影はできるのかなというふうに思いますね。その次、動画、これは動画に関しては、Mavic Mini は、最高の解像度が 4K は残念ながら撮れなくて、この 2.7K とそれから、1080、 この2種類しかありません。で 2.7K の場合には、フレームレートが25か30かというふうに設定が可能です。次、 1080p にすると、これに関しては25、30、50、60というふうにできますので、まあ、60フレームにすれば、例えば、それで動きの速いスキーやスノボ、それからスケートボードみたいなのをちょっと撮って、あと作る時に30フレームの映像にしておけば、まあ、2倍速のスローモーションが設定できたりすると思います。まあ、それがカメラですね。あともう一つ、この右の下 EVAE オートっていうふうにありますけども、ここでここはこれで、写真の設定なんですね。あの EV っていうのは、この露出補正ですよね。例えばこれ露出補正をこうすれば、このように見て分かるように非常に画面が暗くできますし、こうプラス3に持っていけば露出がかなりオーバーになるというふうなことですね。でこれ、例えば動画の場合には、このこれと、それからそこで AE ロックっていって、一旦その設定したそこでもうその露出で固定してしまうというふうに設定することが可能です。でこれ
写真にするともう少し実は自由度が上がって、このオートを、マニュアルにするとシャッターも、ISO も可変で設定が可能になってきます。まあ、この辺はねちょっとこれも長くなるので、また写真と動画の撮影設定に関しては別途動画を作りたいと思います。もしねよかったら、チャンネル登録していただいて、その後ねベル のマークが出たらそのベルマークを押していただくと、ノーティスが行くようになりますので更新時に分かるのでぜひ、それを設定していただければと思います。で次にね、この左この写真この地図ですね、地図マークがありますよね。この地図マークをポッとタップするとまず自分が今どこにいるかという地図がこう出てきます。もう一度これをタップすると今度は、地図が最大表示されて、逆に今まで撮っていたこのマビックミニのカメラ映像がこういうふうに小さくなります。でこれで、写真を見ながら、撮りたいという人はこういう形で撮ることが可能になってきます。であとねこの大事なのはねこの、撮るときにこのこういうふうにね衛星写真にしたり、それから衛星写真とその元々あった例えば道の名前とかが、表示される部分を複合したようなモードっていうその3モードありますので、それを見ながら、まあ、この単純なこの、単純化されたものよりね実際の自然を見ながらという方が好きだっていう人は衛星写真にして撮影するのもいいのかなと思いますね。それからね、もう一つこの、こういうのは僕はやらないですけども、このこれを押すとね、このように、自分のその通信機の向いている方向を上にっていうモードに設定することができます。ただ一般的にはこうね、これこう空港の香港の空港ですけども、一般的にはこの北が、地図の北が、上に来るっていうのが、まあ、一般的だと思うんですけども、そうじゃないモードにしたいっていう、今だとカーナビなんかもいろんな設定があると思うんですけども、そういう設定をすることは可能です。あとねこの i、 これはねすごくいいなと思うんですけども、これで制限区域、ドローン飛ばしていいところ、良くないところ、それから承認すればいいところ、これ絶対ダメよっていうようなところっていうのがこれで一目瞭然で表示できます。例えばこれ香港空港、これ赤ですよね。これ見れば分かりますが、制限区域、これは飛ばしちゃいけないですよね。ということで自分の今いる位置、飛ばそうとしている位置が、いいのか悪いのか、何メーター以下だったらいいのかということがこれで表示することができます。あとドローンを探す、これも非常にいいなと思いますね。これで例えばこれ地図で出ますので、自分で、例えば木にぶつかって落ちちゃったなという時、探しに行く時には近くまで地図を見ていって、最後に、見つからない時にはこの光点滅とビープ音をというのをやると、このように音も音とそれから、光点滅で教えてくれるので探しやすくなると思います。これも非常にいい機能ですよね。もう一つこれがありますね。これは飛ばすときですね、ここをタップして、でこれを着陸のところをこう押し続けると緑のマークがグイーンとこう伸びていって、でドローンが飛びます。ここをこう押さえることで飛ばすってことも可能なんですけども、こちらで飛ばすことも可能です。まあ、先ほどねこれ、ここ端折った3つの点、ここをタップしますよね。そうすると安全制御、カメラ、画像伝送、説明と、まあ、これ、5つのタブがありますけども、これを説明していきますね。でまず安全、これについては、ここにある最大高度、最大距離、それから自動 RTH コードという3つが大きくあります。これ最大高度というのは当然、このドローンを自分の位置からどれだけ高く飛ばすかっていう制限ですね。マックスにすると 500m、まあ、この辺は自分 のこれ、航空法の適用外ではあるんですけども、自分で、しっかりとコントロールできる範囲で設定してください。まあ、私の場合 90m ぐらいにまずはここでやっときます。それから最大距離、これも、マックス制限なしまで実はできてしまいます。まあ、電池の続く限り、それから電波の通じる限り、延々と向こうまでやるっていうことは可能ですね。で一般的によく、フライト
レンジテストなんかやるときはこういう宣言なしにしとけば、どこまででも飛んでいってくれます。まあ、もちろんね、電池の残量、それから通信状況というのを見ながら安全にやるべきなんですけども、そういったことをやる人もいるので、その時にはこれをやればいいのかなと思いますね。まあ、ただマビックミニっていう特性上ね、まあ目視で範囲で飛ばすっていうのがやっぱり一番いいと思いますので、 300m ぐらいにしておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。で、次、自動 RTH コード、これがねすごく大事です。これリターントゥーホームの略なんですね。リターントゥーホームで RTH になります。これ最高87m かなになってます。で、私はまあ大体 30m ぐらいに設定しておきます。これどういうことかというと、リターントゥーホームの飛ばして、ドローンが遠くに行って、で戻すときにリターントゥーホームこのボタンを押すか、あるいは画面からリターントゥーホームの画面を押す、どちらかなんですけども、そうするとこれが自分の方を向いて一目散に帰ってきます。その時にどういったコードで飛ぶかっていうのを事前に設定しておくと、そういうことなんですね。で、このマビックミニの場合には障害物センサーがないので、もし戻ってくる時に前に壁があったらぶつかってしまいます。DJI の他のドローンは必ず前面にはセンサーがついているので、戻ってくる時に何かがあればそこで止まってくれて、で最後、まあそれが、その後自分でなんとか電波をつかみ直して戻すってことも可能ですし、ダメだった場合は そこに電池がなくなるにつれて降りていって、そこでっていうことになるので、まあ、大事故にはつながりにくいとは思うんですけども、一番怖いのはこのぶつかるってことですね。そういう意味で言うと、この 30m、 これは自分でまず飛ばしてる時に周りをよく見て、自分の周りで一番高いものよりは高くこれを高度を設定しておけば、戻ってくる時に、まあ、比較的安全に戻ってくるのかなと思いますね。逆にじゃあ高くすればいいかっていうと、これはこれでちょっとまずいこともあって、というのは、戻す時に、必ずこれ 10m の位置で飛ばしてても、一旦 87m まで上がって戻ってきて、で自分の上で今度は 87m から自分の手元の 0m まで降りてきますので、上がって降りてっていうのも結構な、電池を食いますし時間も食いますので、そういう意味で言うと、あまり高くすると、電池残量がない時にそういった動作をすると、それだけで電池の無駄遣いになりますので、その辺気をつけた方がいいかなと思います。では次、あ、そうか、ホームポイント更新、ホームポイントを更新で、これはあまりそういったことをすることは少ないかと思うんですけども、一般的にはホームポイントっていうのは飛ばした位置をホームポイントに設定してくれますが、例えば、ちょっと飛ばした中間地点をもう一度そのホームポイントにし直したいと、そうするとリターンツーホームはそこに返ってくるようになるんですが、そういったことをやれるのかなと思いますね。それから次、これちょっとコンパス正常っていうのはちょっとおかしいかなと思うんですけど、キャリブレーションすると、これ、IMU っていうのはこのこいつの中にある加速度センサーだと思うんですね。まあ、速度を検知したり加速度を検知したり、ということを検知してくれるものですけども、おかしくなったらこれで、キャリブレーションができます。これがコンパス、これは結構やる機会はドローン飛ばしてるとあると思うんですけども、移動して最初に飛ばそうと思うと、この先ほどのここにコンパス異常というのが出たりしますので、これはこのぐるぐる回して縦にして回すっていう、やったことある人いっぱいいると思うんですけども、それをやりましょうということですね。次、GEO 区域をロック解除、これはちょっとまあ普通あんまりないと思うんですけども、この飛ばしちゃいけない区域を飛ばすときに、まあ許可をもらったときにこれで設定を解除できるということですね。高度安全設定、これはね、緊急時のみ、こういう設定でいいと思うんですけども、いつでもこれをこういうふうに動かす、こういうふうに動かすと、そこでプロペラが停止するっていう、そういう設定ですね。まあ、緊急時にそこでもう停止して落下させてしまうということになると思うんですけども、まあ、そういったことも可能であると。それからこのペイロードモード、これはプロペラガードをつけた時なんかにそういう設定になりますね。私はつけてないので、でこれドローンを探す、これは先ほどのドローンを探すっていうのにモードに入りますね。それから、まあ、次制御、これは先ほどのシネスムーズ、ポジション、スポーツと、この3つのモードがあります。からその次単位、これはメートルでいくか、それともキロメーターパーアワーとかね、秒速何メーターか、
何時速何キロかっていう表示にするか、あるいはインペリアル法っていうのは、まあ、フィートと、それからマイルですねにするかと、まあ、日本の人はどちらかだと思います。ジンバルモード、これは、フォローモードっていうのが一般的ですけども、 FPV モードっていうのは、飛行機がこう飛ぶときにこんな感じでこう斜めになるときにジンバルも それにつられてバンクするっていうか、斜めにこうグーッと浮遊しているような感じにするしたいという場合には FPV モードっていうのにすればできるかなと思いますね。それからコードジンバル設定、これはねすごく大事です。撮影するときに、いかにスムーズに、このカメラのこういう向きですね、これを、どういうふうにコントロールするか。例えばこれピッチ速度っていうのは、これ例えば0にしてしまう、あ1か1ピッチ速度を1にしてしまって、そうすると、これねすごく遅いんです。ここを見てもらうと分かるんですけども、すごく遅いです、このこれで分かるかな、この少しずつ動いてると思うんですね。でこれ例えば、これを最高の94にしますよね。で同じようにやるとこんな感じであっという間に動きますよね。これの速度のことがこれ、ピッチ速度です。この辺は自分の趣味だと思うんですけど、私はだいたい10ぐらいに設定してスムーズな形でこう動くようにしてます。次ピッチの滑らかさ、これ滑らかさっていう表現が合ってるかどうかわからないですけども、これはそこでピタッと止めるか、それともじわーんとこう慣性を持って止めるかっていうことなんですね。ですから例えばこのピッチの滑らかさを最大にして、でこれ例えばこういうふうにやると、ここでここ見てるとわかると思うんですけど、例えばこれ40、30度、これで0のとこでぴったり止めようと思ってこうやると0をオーバーして止まってしまいます。このように慣性がすごくつきすぎるモード、まあ、その代わりスムーズさっていうのは確保できると、そういうことですよね。逆にこれだとピタッと止まるので、すごくその乱暴な感じに移ってしまいます、まあ、その辺で私は10と10あるいは15ぐらいやりますね。それから次、情報ジンバルの回転を許可、これはね、私は許可してますけども、このジンバルですね、これをこのように動かして水平よりも上が取れるかどうかなんですね。これを許可にすると、これで見ていただくと、0からさらに20までこのように、上昇することが可能になってます。まあこういうことですね。で次ですね、ジンバルのキャリブレーション、これでジンバルのキャリブレーションが可能になります。でスティックモード、これは今マビックミニからドローンを始める人はもうモード2にするっていうのがいいと思います。これは、ここで書いてます通り、これをスティックを上にやると上昇、これが上がるという意味ですね。でこれを下にやると下降します。だから、この左側のスティックを左に倒すとその位置で左旋回、こちらを右に倒すとその位置で右旋回で、右スティックに関してはこれを押すと前方にブヨンといくし、これを、後方にやると戻ってきますし、右ってやるとこのままこの位置でこういうふうに右に行きます。それから左にやれば左に行きます。この例えば何かを中心にしてこう回るっていうのは、この2つのスティックをこう、併用することによって行っていきます。まあモード2がいいんじゃないかなと思いますので、次送信機キャリブレーション、これはまた送信機のキャリブレーションをメニューに従ってやってください。で次カメラ、これは、静止画のサイズについての設定です。4対3にするか16対9にするか、まあ、4対3にしておいた方が、センサーのフルサイズで使うのでこれはおすすめかなと思います。ただ動画と静止画を同じ画面にどうしても入れたいんだという人は16対9にしておけば、動画は16対9で撮影しますのでそれも一つかなと思います。からここでフォーマットってやると、この本体に入れたまんま SD カードがフォーマット可能になります。
それからコード撮影設定というここですね。これはヒストグラム、まずヒストグラムっていうのは写真やってる人にはもう非常に、馴染みのある画面だと思いますけども、まあ、白飛び黒つぶれをどういう状況でやってるかという、それが表示することができるし、それから動かすこともできます。でこのバッテンマークを押すと、消すことができます。次、グリッド、これは、こういうふうに3つのモードがあります。これ3つ全部やると、こんな感じで出ますね。まあ、これは自分の好きだと思うんですけども、水平を常に意識したいとかね、画面のセンターを意識したいとかあると思うんで、趣味で合わせてください。次これ 露出型警告、これは、ゼブラですね。このように見ていただくとこの辺にゼブラ模様が出てますよね。これは露出オーバー気味ですよと、気をつけてくださいねと。まあ、例えば夏の海、白い砂なんかはこういう風になりやすいと思うんですが、ちょっとこれは私は画面的にうるさいのでこれはやらないでヒストグラムでやることが多いです。次動画字幕、この動画字幕ってのはちょっと分かりにくいんですけども、これはね、動画字幕っていうのをオンにしておくと、普通にこの撮れたデータを自分のパソコンで動画を見ると分からないんですけども、ちょっと特殊な、字幕が表示できるようなアプリってありますよね。そういったアプリで見るとこの撮れたデータの中に、その時撮った時の GPS の位置情報であるとか速度であるとかっていうのが表示、字幕として表示できるというものですね。まあ、好きな人はやってもいいと思うんですが、私は一般的にはやりません。で録画時のキャッシュ、これは、このアプリの中に取ったデータをキャッシュしていってくれると、ある程度の、レベルでキャッシュを取っていって、で、そのキャッシュの容量というのは制限できますけども、で、これをや当然そのこの SD カードの中に全ての情報が入っているわけですけども、キャッシュってやるとこの中にも、ここから来たデータをここにいくらか収納キープしておいてくれるということなんですね。まあ万が一これがロストしてしまった時に少しここにデータが残ってるっていう、そういう可能性はあるかと思うんで、まあ残したいと思う人は残してもいいかなと思いますね。次画像伝送、この辺は、前回の動画でちょっとご説明したんですけども、日本の場合には 2.4GB と、5.8GB の2モードを持ってます。まあ、CE それから技的のある、ヨーロッパ日本で売られているものはこれですね。こういう形になってます。で手動、自動で切り替えることが可能です。で次に、これ説明、この辺はあんまり、説明しなくても分かると思うんですけども、名称、この自分のドローンの名前を変えることもできますし、それからファームウェアとか、それからシリアルナンバーなんかがここに入ってますので、そういうのを確認しなきゃいけないところはここで確認してください。以上で、ほぼ説明できたかなと思います。もしね、まだ説明不足なところ、あるいはもしかしたら私が何か認識を間違ってるところあるかもしれないので、もしそういうことがありましたらぜひ、コメント欄で指摘してください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。またね、次の動画で、先ほど説明しきれなかったカメラの部分なんかを説明したいと思いますので、もしよかったらチャンネル登録していただいて、次の更新を待っていただければと思います。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。